40% あるよ。朝ごはん食べに行きます。海が見える場所で朝ごはん。本当にリゾート感が満載だね。贅沢。贅沢。あんこいの一押し、まあ、カロリーの爆弾やけど、インスジュインと呼ばれる、まあ、これ。これ？うん。美味しいよ。なんか卵？今日のパン。うわ、うわ。あんこがめっちゃ蜂蜜かけたな。あれは練乳だと思う。すごい美味しい。うん、美味しい。これなんでカロリー爆弾なの？揚げてる？ちょっと揚げてると練乳もかけることを組み合わせて。シェ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 。海が見えるところもすごい綺麗なんですけど、私割とこうちょっとガヤガヤしてて、みんなと一緒に朝ごはん食べるのが結構好きだから、ちょっと途中で場所変しました。なんかこのルーローハンさ、さっき男性の方がね、ご飯もりもりにこのルーローをブワーンって入れて嬉しそうな顔して持って行ってたから、絶対美味しいんだろうなと思って。あ、めっちゃ美味しい。玉ねぎめっちゃ入ってて、こんな油っぽくない、玉ねぎのおかげで、めっちゃ旨味がある。いいね、絶対美味しい、うん、このみーちゃんもできた。みーちゃん、なんかあんくんさっきすごい嫌な顔してたから。美味しい。めっちゃ美味しいね。美味しいんだ。めっちゃビビったじゃん。これいいじゃん、このホテルの帽子。海を見ながら歩くとさ、海の上歩いてる感じする。この廊下を歩くだけでもこのホテルに来る価値があると思う。うん、この朝のホテルすごいね。出発。このホテルのスタッフさんみんなすっごい優しかった。先生だーちゃん、今からタイトンの方に向かいます。タイトンの海。黄金海岸と呼ばれる海だよ。黄金海岸、ここで何か取ってる人がいる。カキかなぁ。カニ、カムカキが、カニか。カムカニがメインかもしれない。食べれないかもしれない。食べれないの？やっとちょっと取って、そして返す。コミュニケーション。一個 QQ 奶绿、大杯的无糖。めっちゃ綺麗だけど雨降ってきた。さすが山だからめっちゃ天気変わるの早いね。めっちゃ晴れてるのに雨降ってる、変なの。この雲あんくんの頭みたい。はい、マーリーの駅メンテナンス中。イケミの服めっちゃ似合うね。私はここに来ることが分かってたから、この黄色と合わせたの。すごいね。ロリーロもう。大好きなホテルが見えてきた。本当に立派な建物だね。うん、めっちゃ目立ってる。はい、ということでタイトンに着きました。今日宿泊するのは前回に引き続き、私が大好きなナルワンです。わー、本当に私はナルワンが
大好き。今日のお部屋は8階の角部屋です。あ、え、ちょっと待って、広っ。意味わかんないくらい広い。あ、そういうこと？え、私さ、ほら見て、ベッドがないじゃん。うん。ベッドがないホテルなんてあるの？ナルワンさんにと思ったんだけど。こっちの部屋に。やばい。すごい。すごすぎるでしょ。ここにテレビがあるでしょ。そうね。ここにもテレビがある。私、生まれて初めてかも。部屋にテレビ2台ある。そうね。え、嘘、ここ、え、ここに洗面台が。すごい、お部屋、わー、すごい。あー、やばい。ここにはピカピカのバスタブ。そして、さらにトイレとシャワーがあります。お部屋の全体像をまず把握できないんだけどね。トイレが2つあるよ。そうね。そういうこと？いや、そうだよね。なんか入ってすぐトイレ見えたのに、あっちにもあると思って。つまり日本人一番好きなトイレとバスが別にしただけでなく、2つがあるんだ。嬉しい。ね、しかもこんなに可愛いの用意してくれてる。うわー、見てー。なるわんの。立派なプールとか全部見えるよ、ここから。わぁ。やばい、幸せ。ちょっと泣きそうなんだけど。ナルワンが好きな人からすると、もうこの建物自体が泊まりながら見られるっていうのがめっちゃいい。ここもあげるんだ。見た？見てないけど。見た？あ、でも、まあ、開けた瞬間に見た。やばいの見えたんだけど、ちょっと待って。嘘。わー、おー、わー。ちょっと、言葉が出てこない。すっごくおしゃれに作ってるね。ちょっとここ使って暑いなって思ったらここに座ってさ、ナルワンのパイナップルケーキとか食べてさ、ワイン飲んで、お風呂また入ろうかしら。私これが大好き。あ、前で飲んですっごく美味しかった。ね、ローソンの蜂蜜ジュース。お、よく読めるね。うん。台頭に関するワードは。割とチェック済み。ローソンファンでしょ。そうね。おー、さすが。アンくんが大好きな、この。有什么推荐的吗？え？那个。お茶のお兄さん。お茶のお兄さんか。前回こちらで来た時にハーブティーの講座をしてくださったお兄さんと再会しました。40% あるよ。40% を試飲させるところがナルワンのすごいところ。あ、ちょっとこれやばいやつじゃん。これ混ぜたらなんかそんなにくずくない、ね、これあんこに回す。めっちゃ急いで入れてくれる。うん、ハーフだけどすっごいアルコール40が 20% になったぐらい。やばい。でも美味しいね。美味しい美味しい美味しい。紫米、うん、わさび。紫の米のお酒だって。うん、おお。なんか納豆の匂いする。多分発酵？発酵されたの？発酵してるから。おお。うま。甘い。甘い。めっちゃ甘い。おお。紫米の味はする？うん。あ、そうなの？全然罪悪感がない。おお。本当に健康のために飲んでる感じですね。これは。これのお酒？うん。お
美味しい。めっちゃいいお部屋の香り。だからなんか部屋飲んでるみたい。美味しい、美味しいの。まあまあめっちゃいい部屋ならいい、美味しいかも。夏休みと週末でこんなボタン蜜取るやつできるんだって。楽しそう。最近ハマりつつある豆腐乳。ナルワンのオリジナルのやつがある。おだってホンリーって書いてる。パイナップル？ああ、パイナップル味かもね。これめっちゃ可愛いよね。そうね。ファイ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 違う。ファイファイなんとかなんとか。あんこも忘れた。はい、ということで。はい。ナルワンの素晴らしいお食事を作ってくださっているシェフさんにご紹介してもらいたいと思います。我现在所要介绍的是这个整只的鬼头刀，嘿，这是我们饭店的一个特色哈。当你捕获到一只的时候，另外一只鱼就在那边徘徊，等到确定，所以这个鱼也叫做就是很好吃，它的鱼肉这个时候我们台东这时候就最好吃、最鲜甜的时候。前食べた時美味しくて何回も取りに行った。布隆煮的槟榔虾。这个很有特色的，这个虾子是深海的养的那个白虾哦，跟我们自己酿的酒，小米酒下去酿，然后它味道很鲜甜，对啊，啊这一道芒果牛柳哈、哦，这很好，这很搭配，就是很爽口的一道菜。这猎人饭哦，这是原住民常常在用的猎人饭哦，去山上打猎啊，我们就会用比较简单的方式，以前是用竹筒啊，但是现在我们就是把它。没有用竹筒的方式呈现，就是直接这样子呈现出来。私が大好きな大好きな甘い。質問をしたいのは、他の場所でも甘い見たけど、こんなに美味しそうじゃなくて、ここの甘いはどんな工夫してこんなに美味しいの？我们因为我自己本身是研究民啊，他对这个甘い也有稍微点研究啦。嗯，它里面的调味调料就完全。有增加一些小方式，经过老人家的。不能讲的。对啊，对啊，哎呀。所以我们这边的主要是我们选材的材料都蛮好的，原住民的传统烤鱼，嗯，而且我们的方式是用这种蛋白霜下去跟这个五桂一起去做这个盐烤，所以它这个整片的这个是蛋白霜，哎，但烤起来的鱼，它把它的肉汁全部锁在里面，有很多种品牌的咖啡机，咖啡豆都不一样，所以它磨出来的味道、香味啊、酸度啊，还有它每一个都不一样。铁板烧区，还有牛肉、猪肉，还有海鲜区哈。哎，这边就是师傅在现烤的地方，它很多种东西都在烤哈。嗯，めっちゃ綺麗。我们这个海鲜区，然后还有生鱼片区这边哈，这个都是当地山河的，我们每天从他们就禁鱼，然后来制作新鲜的鱼汤。ハーゲンダッツもあるよ。このお魚人気すぎてもう空っぽになった。追加されたらすぐ取りに来よう。めっちゃ剥きやすい。めっちゃ新鮮じゃん。あ、そういうことなの。そう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 、新鮮ではないやつは結構くっついてる。そうなんだ。いただきます。うわ、こんなプリプリのエビ人生初めてかも。めっちゃいただきます。うん、独特な柔らかさ。マンゴーの作用で牛肉柔らかくなってるんじゃない？あ、それもある。あの酵素は多分、私の大本命です。あ、出てきた出てきた。この葉っぱが大好き。本当にいい香りする。そうね、体にもいいし。あ、おいしい。好きすぎる。うん、すっごく丁寧に作られたものっていう感じがするの。綺麗に葉っぱで巻いてあって、味ももちろんも美味しいで、食べてからこれが体にいいと分かってるから、うん、みんなこのに分かったら絶対いっぱい取るよね、うん。そう、なんかこれ今日ちょっと分かりにくい上の段にあって。そうね、私誰にも言わない。全部食べてやる。あんこもめっちゃ美味しいと思って毎回撮ってた。雪がすぐそこにいた。お魚が補充されたのでやっとゲットしてきました。でもね、前にね、もうすでに3人の方並んでて、すっごいいっぱい取っていた。負けられない。
本当にあっさりしてるんだけど、でもお魚の大事な香りがすごい凝縮してる。いいね。わあ、カチル、すごい。もともとこの竹の筒に入ってるやつだね。そうね。あ、もう口に入れる前から美味しかった。へえ。香りが。去年ね、カーレの夜市で竹に入っているご飯食べてすっごい美味しかったけど、うん、これは竹に入ってないのに竹の香りもっとする。那可以多给我几片吗？对啊，谢谢。太丰盛了，谢。ビュッフェの中でアン君がすごい推してるやつだよね。でこのソースがすごいこってりした見た目でカレーみたいな見た目なんですけど、これが原住民のマガオというソース。いただきます。このソースやばい、ね、ソースめっちゃ香りする。何を入れたらこんなソースができるんだろう。これはあの大きいお魚。うん、うん、ふわふわや、ふわふわや。アバイ2個目。この調子でどんどんアバイを食べていきます。是做一些烘焙产品，比如说我之前在汉来海港就巧克力小奖品。好，玫瑰花，我们知道玫瑰花象征爱情吗？あ、すごい、みんなめっちゃ卓球やってる。あんこんと卓球勝負。あ、尿ね。这不用打起来，先把它这个毁了。如果你想要收集的话，要运动。哦，哇，上面有刮到草，上面有刮到草。哦，当当呢？那个字面你 get 到吗？いっぱい食べたから、ちょっとぐらい運動しようかなと思ってジムに来ました。いない。いない。いっぱい食べて、いっぱい運動して、そしてまたいっぱい食べる。じゃん。ジムで走ってきたので、今からワインの時間です。わあ。わあ。うわ、美味しい。最初すっごいフルーティーな感じだけど、最後ちゃんと大人のお酒の味する。おー、いいね。お、苦味もあって、香りもあって、けれど飲みやすい。好きでおすすめだと思う。そうね。これも美味しい。旅の思い出にこのホテルのワインっていうのがめっちゃいいと思う。やーん。やーん。早安。朝ごはん会場に来ました。見た目なんかチョコレートプリンみたい。そうね。血って聞くからすごい鉄の臭さとかあるのかなと思ったけど、うん、全然ない。うん、すっごく美味しい。これ本当に美味しいよ。本当に海鮮の出汁効きまくってる。食べたら海。私は昨日の夜ご飯の時に発見してしまいました。ナルワンのパンめっちゃ美味しい。Lazy Sunday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me.